私ルフィが神ドラムと呼ばれるその日まで特訓をひたすらに続けていくチャンネルでございます。そして前回作ったドラムをここに置いてます。ルナティックファンタスティックキュートな感じでいいんじゃないでしょうか。今回もルナティックゴッドリベレーションによりドラム上達への近道はこのルナティックランダムボックスからお告げ札を引いてね、その内容を遂行するということですので引いていきたいと思います。これだ、ルフユのドラムスティックを作れ。制限時間は6分9秒、短っ。作れってことは工作ですか。もうこれは工作のチャンネルなんですか。このスティックがこれはね、ルフユが今後ろにいるルフユが持ってますね。それでドラムを叩いているんですけれども、これを作っていきたいと思います。ルナティックハンドクラフトドラムスティックスタート。ルナティックじゃーん、これが今回使っていく材料です。ということで前回と同じ材料でスティックを作れということでね、ルナティックゴッドリベレーションを信じて頑張っていきたいと思います。今回は割り箸にこっちをねぐるぐるに巻きつけてねやっていこうと思います。割り箸は木なんでね、ボンドを使っていきたいと思います。あ、なんかもうボンドがこうぴったりはまっていまして、そのためにこう存在しているんじゃないかっていうぐらいの溝がありますね。どうかな、ちょっとなんかもうすでにいい感じじゃないですか。ただね、時間がないんですわ。ルフユ的にはまあ間に合うかなって思ってるんですけどね。ここはちょっとルフユの手先が器用なところが発揮されますね。うん、どうしよう、めんどくさいな。うん、頑張れルフユ、ここでくじけちゃダメだ。一気にできる方法とかないのかな。なんかこういうのはねベルミンが得意なんですよ、ルフユじゃなくてね。よし、あ、でもなんかちょっといい感じじゃないですか。はい、スティック片方完成。あと3分ちょっともう紙粘土に入る余裕がなくなってきました。やばいぞルフユ。あー、なんかデルミン一人召喚したいな。本当にこういうの巻くの上手なんですよデルミンはね。ホワンとかいたらいっぱい応援してくれんのかな。姫子ちゃん頑張ってみたいなね。姫子じゃない、私ルフユだ。ルフユちゃん頑張ってみたいな。ちょっとこれは死活問題ですね。後でちょっと偉い人に怒られるかもしれません。もう片方もできました。結構いいんじゃないですか。問題の手のグーの部分はこれを切り開いて作っていきますよ。あと2分しかない。なんだこの塊は。もうどうすればいいんだろう。握ればいいのかな。ちょっと頭がいいかもしれない。おお、なんか握ってうにゃってやったらちょっといい感じに、あ、いいんじゃない、ルナティックなんじゃない。これをこの先端にジュキ。おお、ちょっとそれっぽいよ。皆さんもね作るとき真似してくださいね。残り1分30秒、握ります。で手の跡をつけます。クニョンってやったらほーらードラムスティックの先っちょが出来上がりましたよ。なんかもういいんじゃないかなと思ってきました。待ってルフユの中身のピンクがあるんです。ピンク忘れてた。あー、つかない。あー、やばい。うーん、完成、ルナティック完成。完成品がこちら。いい感じにできたんじゃないでしょうか。後ろのちょっとルフユのねこっちのキャラ絵とちょっといい感じにマッチするんじゃないですかね。もうちょっといい感じですか。まあこれでこれはちょっと叩けないじゃん。いっか、こうやってやればちょっと叩ける気がしますね。これで叩けますね。これだけでよかったですね。ということで以上ルナティックハンドクラフトドラムスティックでした。ルナティックチャンネルポチッと。